朝青院は、戦国時代から江戸時代にかけての女性、二層、朝野長政の性質。名は、ややまたは、おねね、末姫など。晩年は出家して、宋玉と名乗る。通説では、父は杉原忠尻で、母は朝姫殿とされ、姉おねと共に、朝野長勝とその五歳で七極殿の幼女となり、ややが安井主月具の市長生の妻となって、 これを、浅野家の向こ用紙として迎え入れたとされる。しかし、杉原氏、木下氏の系図に、ややに関する記述がなく、別に、浅野氏の系図には、ややの父は、浅野長勝で、母はその繊細の勝福院であると記述するものがあり、ややは、長勝の実の娘で、尾根とは、義理の姉妹だったとする説もある。兄弟姉妹に、尾根、木下家裟田、熊がいる。 長政との間には、浅野義長、浅野長明、浅野長重、豊姫、女、里志松院を設けた。慶長16年、長政の死後は出家して、一方高志玉と合した。また、長重両の猛火二万国のうち三千国を隠居領とした。慶長18年、長男義長にも先立たれる。この際、義長に男子がいなかったため、四次争いとなり、 三男長十に医療を継がせるように希望したが、結局、次男長明が継いだ。玄奈二年江戸にて死去。葬儀の際に、徳川義直より、銀百枚が可視された。墓は、夫と、同じく天目三連聖寺にある。戒名は、朝鮮院殿一方高志玉大師。ありがとうございます。